確か日本はスパイスが少ないらしい。そうかな。でも日本の料理は美味しいよ。美味しいは当然が、インドネシアの料理より味が薄い。うん、それは確かね。昨日私が買ったアイスはどこ？冷蔵庫にあるはず。ないけど、まさか食べたの？ないない。嘘である。チモ美味しいよ。美味しい？変な美味しいね。サラは足りませんね。すいません。サラも1枚ください。はい、少々お待ちください。はい、どうぞ。あれが、へえ、これは茶碗ではありません。ねえ、このガスコンロは火をつけない。壊れたのか？昨日は大丈夫だよ。ちょっと待って。ああ、薪を使わないよね。え、使うの？ほら。本当だ。グラスが忘れちゃった。グラスならキッチンにあるはずよ。借りてもいい？いいよ、多分。じゃあ借りるね。種類がいっぱい。覚えてくださいね。これはスプーンです。これで汁を飲むことができます。そしてこれがフォークです。これで食べ物を刺すことができます。さあ、この汁を飲みたいならどっちが使いますか？正しいのを選んでくださいね。ねえ、インドネシアと日本の大事な食料は何だと思う？肉？違う。魚？違う。答えは米だ。でも米は体にいいですよね。ねえ、昨日私が買った包丁は鋭いですよ。見てください。ちょっと待って。これは紙じゃん。